Hero Hero 탐대단. 요し、やるか。俺はヒロシ、来年で50歳になるが、一応受験生だ。俺みたいなおっさんが大学に通っても別に問題はないだろう。大学には年齢制限みたいなもんはないんだし。俺がこの年で大学を受けようと思ったのには、いろいろ理由があるんだけど、まあ学歴コンプレックスみたいなもんかな。特に周りにいる奴らが高学歴の勝ち組だったりすると、なおさらな。そんなに大学行ってる奴らが偉いなら、やってやろうじゃねえかよ。世間の女どもは男のことを金としか思っていない。俺に彼女や嫁がいないのもきっと学歴や収入のせいだろ。今までの人生はろくでもなかった。だから変えてやるんだよ、自分で。それでは始めてください。よっしゃ。待ってろよ、俺の人生逆転してやる。最初の試験は地理、歴史、公民だった。そして問題を解き始めた俺はある一つの不快感を覚えていた。いずれーな。それはメガネとマスクだ。今まで勉強していた時は自宅だったからマスクの着用なんてしていなかった。しかし会場ではマスクの着用が必須だから俺もつけていたんだが、いかんせん問題が見づらくてたまらない。これじゃ集中できねえじゃねえか。集中力が発揮できないまま終わるなんて、そんなアホみたいなことはないだろう。だから俺はマスクから鼻を出すことにした。しかしマスクを正しく装着してください。あ、突然試験官が俺の横に立ち注意をしてくる。だが正直意味がわからない。だって俺の席は一番前だし、鼻をマスクから出しちゃいけないなんて注意事項にも書いていなかった。それに一番前の席の俺は誰に迷惑をかけているわけでもない。その指示には従いません。俺は毅然とした態度でそう答える。だって俺は間違っていない。というかそもそも何が悪いのかわからない。なんだあの目は。人のことバカにしやがって。それからは試験官に試験中ずっとマークされていて気が散ったが、なんとか終わらせることができた。しかし問題はここからだ。次の時間からは絶対に鼻までマスクを覆うようにしてください。ああ、試験が終わった後あろうことか試験官が再び俺の方に歩いてきて注意してきたのだ。ふざけんじゃねえ。試験官は鼻まで覆うようにの一点張りだ。きっと俺は舐められているのだろう。だが立場を利用しようが俺は年長者だ。人生経験だって俺の方があるし、俺の方が何でも知っている。だから俺はとっさに言葉を返す。マスクの着用方法については試験要項に書いていないだろ。正しく着用するようにと書いてあるでしょう。それはお前の中での正しいだろ。鼻を出すとどんな影響があるのか答えてみてよ。試験官はやれやれという態度で俺の元から去った。若い奴らの視線が痛いが毅然とした態度は変わらない。だって俺は年長者だからな。それでは始めてください。その後は休憩が終わるまで試験官は何も言ってこなかったから、俺は気を取り直して国語の試験に挑む。まったく余計な体力と精神力を使わせるなっつーの。問題を解いていく。当然俺は試験官の指示には従わず鼻をマスクから出したままだ。しかし、またかよ。さっきの試験官とは別人の女の試験官だったが、俺に何も言わずにマスクを正しく着用するようにとカードで注意してきやがったのだ。普通に試験受けさせろよ。カードを出されたことに俺はあんまりにも腹が立って、手でカードを払いのけた。こんなもの出されたら気が散って仕方がない。だがその試験官は試験中に何度も俺にカードで注意してくる。集中できねえじゃねえか。決めた。俺はこいつらが何を言っても絶対に指示に従わねえ。試験中にこんな不快な思いをさせられたのだ。俺にもプライドってものがある。こうして俺は絶対に従わない決意をしたのだ。マスクは鼻と口を覆うことで感染リスクを避けると言われています。そのようにしてください。ああ、そんな根拠どこにあんだよ。その後もずっと注意され続け、ついには次にやったら不正行為とみなします。ついに不正行為という単語まで飛び出してきた。だが俺は悪くない。むしろ試験中に何度も絡んでくるこいつらの方が不
正行為だろ。どうせできっこない。そう思っていたのだが、どうやら舐めていたのは俺の方だったようだ。はぁ？それは英語のリーディングの試験中に起きた。試験官は俺に不正行為認定による失格を紙で告げてきたのだ。俺が失格？こんなの不当じゃねえのか。リーディングの試験が終わると、思った通りさっきの試験官が俺の元に来る。あなたに試験を受ける義務はありませんから、この教室から出てください。ふざけるな。俺は何も間違ったことをしていないだろ。早く出てください。俺は絶対に出ていかないぞ。結局リスニングの試験の直前になっても試験官は引かなかったため、俺以外の受験生が別室に移動することになった。あなたは不正行為として認定されたので退去してください。はぁ？俺にも試験受けさせろ。もうあなたは失格なんですよ。試験は受けられません。俺に再度失格を言い渡す試験官。しかし俺は悪くないのに失格になるなんて認めるわけにいかない。だから出てきてください。トイレにいたってどうしようもないでしょう。なら試験を受けさせろ。トイレに籠城することにした。だって俺は悪くない。こんなのは不当だ。もういい加減にしなさい。うわー。まあその結果俺は失格どころか逮捕されたわけだけど、逮捕の理由不退去容疑だってよ。でも俺は悪くないし反省もしていない。だって俺は年長者だからな。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。